たんですよ。ああ、もうこの仕事も向いてないんじゃないかとか思あとは使うタオルだったりとかかな。そうですね。さらしとか使っちゃうとやっぱりペチョってこう水分が入りやすくなっちゃうんで、なるべくちょっと少し今自分今使ってるのがちょっとこれ無粘紙のマイクロファイバーのタオルなんですけど、これタオルにしちゃうとマイクロファイバーって水分も適度に吸収してくれて油分も吸い取ってくれちゃうんで、こういうタオル使った方が。あんまり気にならないかなと思います。通常のタオルだとどうしても水分を含むとそのまま水分が残っちゃってベターってしてきてちょっと重たくなったりとか、そういうのがちょっと気になるかと思います。